行ってらっしゃい。気をつけてな。え、お兄ちゃん、もう学校行くの？ホロロに？そうなんだ。頑張ってね。それって、もしかして…行ってらっしゃい。すごい。雪だるま…じゃなくて、雪うさぎだ。去年は雪だるまだったのに、なんでだろう。でも、かわいい。お仕事があったから帰ってない。絵を描いたり本を読んだりしてた。クラス替え？移動教室のこと？あ、メンバーが変わるの？じゃあ、違うクラスになるってこと？それは困る。離れ離れは困る。残念。でも一緒のクラスでよかった。1年間よろしく。
かした？アイカーリそれじゃあクラス替え恒例の自己紹介でもやるとしようか。皆さんこんにちは。私の名前はベスリー・ローズ・デイズリーです。ベスリーと呼んでください。カナダから日本に来て2年目です。まだまだ日本語は勉強中です。皆さん仲良くしてください。よろしくお願いします。春休みの間、家で練習した。変じゃなかった？よかった。もみじやみずはに電話をして発音とか教えてもらった。練習した甲斐があった。あとでもみじにお礼を言いたい。そういえば、みずはは、ホロロキッタに、進学したって言ってた。進学、どこに行く？大丈夫？ぼーっとしてるの、珍しい。元気出して。元気じゃないと私が寂しい。元気だった？うん、元気だよ。ベスリーは大丈夫？新しいクラスにちゃんと溶け込めてる？溶け込めてる、わからない。仲良くはしてる。溶け込むは雪が水になるみたいに混ざり合うってことだよ。ねえ、どうなの？加減な答え。私がいない分ちゃんと面倒見てあげなくちゃダメなんだからね。レスリーさんと先輩また同じクラスになったの？
あたしとゆずきちゃんもだね。えゆずきちゃん。うん、なんだか私だけ疎外感だよ。そういえば水葉さんも似たようなこと言ってた。自分だけ卒業するなんてなんだか寂しいって。先輩たちも同じところに行ってあげればいいじゃん。水葉さんきっと喜ぶ。そうしたらその次は私たちも同じところに行くしね、ゆずきちゃん。うん、またみんな一緒になれたらいいね。もちろんベスリーさんも一緒に行くっしょ。それともどこか別の進学先を考えてたりする？そういうわけじゃないけど。もしかしてカナダに帰るとか？そんなわけないか。まだ日本に来て1年ちょっとだし、まだまだこっちにいるっしょ。ああ、いたいた。ニミ、ちょっと頼まれてほしいことがあるんだけど、いいか。すまんな。何、大したことじゃないんだ。すぐ終わるから。卒業したらカナダに帰っちゃうの？ううん、ベスリーさんは何も言ってない。ひなたちゃんもあれ以上何も聞かなかったし。でもベスリーさんの様子を見ていればわかるよ。多分ひなたちゃんやナシラさんも気づいていると思う。やっぱり帰っちゃうの？そうなんだ。帰っちゃって、お兄ちゃんはそれでもいいの？お兄ちゃんの本当の気持ちを教えて。ベスリーさんのこと好きなんだよね。本当に？勘違いなんかじゃないよ。絶対にそう。自信ある。だって、私はお兄ちゃんの。
からって何も言わないでいいの？おはよう。パンケーキ？ほ
ロロ、ママのお店。いいの？日本語上手ね。練習したから。ううん、できるだけ日本語で話したい。これも勉強だから。あら、偉いわね。とにかく座って座って、とびっきり美味しいパンケーキを焼いてあげるから。ありがとうございます。とっても素敵なお店。これが飲みたい。かしこまりました。パパがとっても楽しそうに話してたから、私もここに来られてよかった。連れてきてくれてありがとう。お待たせ。喫茶ホロロ特製パンケーキ、カナダ産のエクストラライトメープルシロップがけよ。おいしそう。何枚でも焼いてあげるから、たくさん食べていってね。いただきます。お口に溶け込む。美味しかった。もうお腹いっぱい、何も食べられない。お土産までもらった。パパも喜ぶと思う。ありがとう。また降ってきた。そうなの？最後の雪、なんだか寂しい。
寂しいの、わかる？私、正式に先生になっちゃいました。ちょっと反応薄すぎじゃないの？私は就活に向いてなかったって言いたいわけ？それならいいんだけどね。それでどこの学校にいるの？4月からホロロ北に赴任しています。あ、そうなの？そうなのって相変わらずね。仕方ないですよ。私だって赴任したばかりの新米教師で、まだ先生方の名前さえ覚えてないんですから。でも、キサラギさんがいるなら今度探してみるわ。誰かしら知っている子がいてくれると心強いしね。来年はもっと心強くなるかもよ。この子、入るかもしれないし。来るの？そうなんだ。じゃあ、ナシロさんやベスリーさんもうちに来たりするのかしら？あら、違うの？あらまあ、じゃあ、その前に告白しないとね。何って、だから告白の話よ。ユキト君がベスリーさんに。ちょっと日崎先生、お宅の息子さんあんなこと言ってますけど。ごめんなさいね、まだ中学生だから恥ずかしがっちゃって。あのねえ、あなた自身はうまく隠していたつもりかもしれないけど、はっきり言ってバレバレみたいよ。今日のベスリーちゃんに対する態度を見て、私も一目で分かっちゃった。ベスリーちゃんのこと好きなんだって。で、どうするの？告白するんでしょ？するわよね、当然。どうして？まさかまだ認めないつもり？往生際が悪いわね。ようやく白状したわね。ど
して？つまらないことって好きっていうことのどこがつまらないことなの？それってとても大切なことよ。学生のくせに妙に達観したようなこと言うわね。もっと子供らしく青臭いこと言いなさいよ。俺がベスリーを幸せにしてやるんだ的な。ああ、ちょっと日崎先生、なんか言ってやってくださいよ。息子さんこんなこと言ってますよ。そうね。バツイチの私としては息子の恋愛観に関して偉そうなことは言いづらいわね。もう、日崎先生まで。人を好きになるのって本当に難しいことだしね。私の恋愛には何の嘘もなかったけど、でも、そのせいでユキとのことを傷つけてしまった。そのことは今でも深く反省しているわ。ずっとずっと変わらないといいんだけどね。時間も人の心も。でも、そういうわけにはいかないの。避けるか、ぶつかり合うか、どっちかを選ぶしかない。だけどね、ぶつかり合った後って不思議と清々しいの。ごちゃごちゃになった後、一番大切なものが残るからだと思う。なんていうのかな、こうキラキラした結晶みたいなものが。そう、結晶。それが一番綺麗なんだよ。あらあら、やっぱり積もってきたわね。気をつけてね。え、お兄ちゃん、また早く行くの？あ、昨日ライムで書いてたやつ。私もやる。私も手伝ってみようと思った。
き、思い出だから。アイカーリー、朝だから元気なんだ、先輩。おはよう、お兄ちゃん。朝清掃に参加したのって、私たちの中じゃ先輩だけ？レスリーさんも？どこにも？どこかで寝落ちしちゃった？そっか、残念だ。それじゃあ、私たち教室行くから、またね。朝清掃の時間を終了します。参加してくれた生徒の皆様、ありがとうございました。気づいたらここまで来てた。でもそのおかげで見つけられた冬の残り。多分そう、学校の周りでここだけ冬が残ってた。雪だるま作ろう。
冬の残る場所に行こう。暖房山、久しぶり。でも雪少し少ない。でもまだ冬は残っている。これなら雪だるま作れる？アイカーリー作ろう。納得。すごく納得。かわいい。そうだ、写真撮りたい。なんでもない。お願い。ありがとう。私たちしかいない。あのね、私一緒に写真を撮りたい。ダメ？よかった。だって恥ずかしい。アイカーリー。自撮りは難しい。誰か撮ってくれるといいけど、誰もいないから。こう？これくらいでいい？
指先、とても冷たい。真っ赤になってる。温める。私こそありがとう。こんなに手が冷たくなるまで雪だるまを作ってくれた。いつも一生懸命で私のこと楽しませようとしてくれる。だから私はとても感謝してる。日本での楽しい思い出はきっとユキトがいないと作れなかったと思う。絶対にそう。一緒にいてくれて本当によかった。だから、ありがとう。はぁ。私といて、楽しい。ん？それは、どうして？まもなく願望山ロープウェイ下り最終便が出発します。ご利用のお客様はロープウェイ発着口までお越しください。あ、ごめんなさい。答えられない。突然だったから。私ちゃんと考える。約束する。まだ温まってない。
誰もいない。そういえば、そうだ、ブレすぎ。結局、一緒に写った写真、撮れなかった。好きって言ってくれた。私のことが好きだって。一緒にいると楽しいって。あの時は、ここにユキとの姿を描こうとして、やっぱり消した。いいの、今終わったから。見る？そう、これは私。それは私のママ。どうして？何度も何度も書き直した。
いっぱい考えて悩んだから。ユキと。ごめんなさい。ごめんなさい。謝らないで。嫌いなわけじゃない。嫌いじゃない。でも、私の中には、この国がない。楽しい思い出はいっぱいある。でも、私には故郷がある。カナダの、アルバータ。ホロロ市じゃない。私はこの国にいるのは、あと一年。カナダに帰ってから、また来るかどうかもわからない。いつかまた遊びに来たいとは思う。でも、それは、わからない。だから、好きだっていう気持ちには、答えられない。ごめんなさい。ごめんなさい。でも、ちゃんの掃除当番手伝ってたらこんな時間になった。ひなたちゃん、それ逆。あれ、どうしたの？お兄ちゃん遅くなっちゃってごめんね。ホームルームがなかなか終わらなくてって、あれれ、何かあった？今年ももうすぐプール開きだ。それに伴いプール掃除をやることになったんだが。今年は高速違反者や遅刻の常習犯のペナルティではなく、ボランティアを募ってやることにした。去年は散々なことになったからな。なあ、ニーミ。というわけで、今年のプール掃除に参加してもいいという奉仕の精神にあふれた者がいたら立候補してほしい。誰かいないか？はい。またこの二人か。去年と一緒じゃないか。
誰か他にいないのか？なんだ？人数が揃うのならそれでもいいとは思うが、他に誰か参加してくれるやつはいないのか？はーい、俺やってもいいっすよ。じゃあ俺も。お、いるじゃないか。これなら男子だけでやれそうだな。よし、じゃあディズリーは今回は参加しなくていいぞ。参加者は次の土曜日の午前10時にプールに集合だ。よろしく頼む。以上でホームルーム終了だ。私は参加しちゃダメ。去年は2人でやった。私辛くない。私がいない方がいい。私がいない方がいいからそんなことを言う？でも私とあまり一緒にいない。私こそ変な風に疑ってごめんなさい。早いじゃないか。感心感心。今年は生徒がたくさん集まってくれて嬉しいよ。うちの学校の伝統になるといいな。ワンルーム学級のみんなも手伝ってくれるという話だし。おいおい、ワンルーム学級のリーダーはお前なんだろう？今年のプール掃除はワンルーム学級の生徒たちも手伝ってくれると聞いているぞ。顧問の上田先生からもそう聞いているんだが。おはようございます。君たち兄弟は早起きだな。いやー、まったく感心だ。ひなたちゃんとなしろさんももう少ししたら来るって。ちゃんとメンバーは揃いそうだな。
なら、あとは任せたぞ。少し早いが、なんだったら始めておいてくれ。ひなたちゃんたちが来るまで、できることからやっちゃおうか。ごめんね、ちゃんと伝えてなくて。あのね、最初に言い出したのはひなたちゃんなんだ。ウール掃除の話、きっとまたお兄ちゃんが引き受けるって言い出すだろうから、だったらワンルーム学級のみんなもお手伝いしようって。ごめんなさい。ううん、そうじゃなくて、ワンルーム学級のみんなでって言っても、今日のことレスリーさんには連絡してないの。だからライムにも書かなかったの。だってとりあえず掃除始めよっか。私なんだけど、ベスリーさんに連絡してないってこと、やっぱり連絡した方が良かったかな。そうなの？さんと一緒にいるのが辛かったから、ギクシャクしたままで接することが辛いから。ベスリーさんに告白したんだよね。そうなんだよね。黙っていてもわかっちゃうよ。私は、お兄ちゃんの妹だから。誰よりもお兄ちゃんの近くにいるから、わかるの。お兄ちゃんがとっても傷ついていて、悲しんでいる。なのに、お兄ちゃんは、何も言ってくれなくて。お兄ちゃんは優しくて、とても頼りになる人だけど、どうして、何でも自分で抱え込もうとするの？私だって、お兄ちゃんの力になれるのに。
スレイさんは、なんて言ってたの？それで、お兄ちゃんは、お兄ちゃんは、なんて言ったの？だから諦めちゃうの？どうして？諦めちゃダメだよ。本当に好きならそんなのダメだよ。私こそ勝手なことばかり言ってごめんなさい。恥ずかしいな。
なに、ゆきとくん。お願い？どうしたの急に。そんなに改まって。あ、もしかして、お小遣いアップ？だそうです。聞こうか。